お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあ、三重詩なんですけど、まあ、こちらのですね、まあ、ディガポイがある、まあ、ディガポイ三重詩ですね。まあ、ディガポイで攻めることもできんの、まあ、三重詩で攻めることもできんの、みたいな感じのデッキになっております。ということでですね。で、まあ、またですね、結局、まあ、見習い死にでも使ってるんですけど、結局やっぱこいつが強いんで、こいつを入れて強いデッキを使うか、まあ、こいつをメタルデッキを使うかの、まあ、2択ですね。で、まあ、これをメタりつつのデッキが強いやつです、これは。はい。これは、よいしょ。とりあえずディガーで1本殴りたいんで、これで相手が防衛してる間にエリポン。うわぁ、いや、これ、さっきはディガーが勝つ。OK! ザップ打って、ディガーが1対1で犬の倒して、エリポン削れの、よし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 。しかもダメージ入る。いやぁ、やば。見習い出しただけですからね。はい、ということで、ここで、オーブン置いていきます。基本的に3種子これ出さなくてもいいです、ほぼ。いらないんじゃねみたいな。思われるぐらい。で、ここはもうポイズン打ってあげましょう。はい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 。っていう感じで、相手は三重士かな、さては。で、まあ後ろから、これはザッピー出してあげましょう。で、親衛隊の防衛も走ってぶつけるんじゃなくて、やっぱ自分の陣地で、こっち側に来てくれたところを防衛したいですね。ああ、これはあれですね。一回待って三重士に当てたい。見習いを三重士に当てたら、この三重士の処理が楽になります、ね。頑張れ、左がやばい、左がやばい。これはディガーボーですね、左。よいしょ。でも、相手は攻めてきてるんで、その間にそしたら右側が刺さってる、よいしょ。っていう感じですね。って感じで、まだ30種1回も出してないんですけど、もう両方タワー2つ落とせそうですね。はい。よし。で、これもポイズン打たなくてもいいみたいな思われるかもしれないですけど、これ打ってもいいですね。30種に対してポイズン打ちたいっていうのもわかるんですけど、結果、こっちも30種いますし、見習いもいるんで、まあこれは出してあげて、ここに3種来るんですよね。これを3種で、普通に迎え撃っていいか。よいしょ。相手のあれが橋渡ってこい。オッケーオッケーオッケー。でゴースト出して、おいしょ。もう大カウンターですよね、こんな。でまあまあ落ち着けと、まあ落ち着けと。ここでホームまた出して、ザッピーも出して、よいしょ。であと300とかは30死だったらきついんですけど、ディガポイなんでこれ。まあ三重詩なんですけどね。ディガポイ三重詩なんで、これもポイズン飛ばして、ディガー飛ばして、あ、でも防衛できないんで、はい、ザップで勝ち。よし。まあ、安牌ですね、これは。はい。このデッキほんまにいいかも。なんかグローランで、このデッキを使ってる人がいたんですよね。なんで、それをちょっと言ってまくりました。はい。来た！ケビン。ケビン、あやら。さん、あ、日本人ね。ちゃうか。いや、わかんないです。はい、よろしくと。で、まあ、オーブン置きます。で、三重詩はできるだけ避けたくないんですよね。ああ、避けたくないって言ったんですけど、相手今ポイズン使ったから、三重詩咲いてもいいような気もするんですけど、まだっすね。お、これはもうポイズンでいいや。あー、枯渇か。うん、違う、でもポイズン入ってた。枯渇ポイズン的なやつですね、相手は。なんかまあ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 落ち着けと。はい、後ろから、あー、もう美味しい。これザッピーと見習いで、もうこれがカウンターになりますね。見習いは基本後出しでやってれば、もう勝手にカウンターしてくれますね。よいしょ、よいしょ。もうこれで簡単で、プリン来たらディガー飛ばしたい。ネクロ面白いデッキだな。頑張れ。でもこれザッピーが意外と強くて、よいしょ。
これまあネッリが飛ばしてあげて相手コストないんで、まあまあまあ処理できると OK。 しかもザッピー頑張れ。えファイスピ飛んだらいけ、おい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  OKOKOK。 あの2体の間をわざと通ろうとするからダメなんですよねファイスピ。いや待ってこれまた2発、あーなるほどね、なるほどね。処理することない時はゴーストを出してきます。でまだザッピーとシゲネタ後ろから出して、でプリンセスにはディガーかまあポイズンかなんかしとけば、はい勝てます。でまあオーブン当てましょう。見習いはまあ出してもいいんですけど、基本後出しがやっぱり理想なんで、まあ、オーブンは出せるときは出してみましょう。はいオーブン出して、でまた後ろから見習い出して、でこれに、まあ、オーブンと見習いポイズン打たれても逆に三死が生きるんで結果美味しいってやつです。こういうことですよね。おいしょ、まあ、これも一番後ろからでもいいんですけど、いや美味しい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 、やだやったやった、それやったやだー、この固まりすぎ、うわよし。でまあまあまあまたポイズン置いてって感じで勝てちゃいそうですね。はい、これがカードパワーってやつですね。はい、三死出したいですけどコストがない。あー美味しい、やばこれ言ったら悪いけどほぼ何も考えてないですよこれ。ダメかも、何も考えることもない。いやでもほぼ本当にやばいっすよ俺マジで。今親衛隊が多いんで親衛隊のメタになりなる親衛隊デッキっす。来た日本人の方ですね、よろしくお願いします。はいということで、オーブンないのはちょいと痛いですね。まあそん時は待って、まああれですね、何でも屋のゴーストを後ろから出して、まあ相手がここでなんか足きたらワンチャン見たらいいですね。ああそれ一番だるい、これがマジだるい。これはまだ待ちますか、相手のユニットわかんない。いやーちょい、これは対空インドラ処理できないんで三死出して、よし、いやおおうまい、これでもカウンターワンチャン。いやまあここは一回我慢すね、一回我慢してオーブンから展開ですね。でまあまあ逆サイが入ると、はい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 、なんか最近オーブンもなんか増えてますね。まあ見習いに対しても、まあ、悪くはないっていうのもありますし、4コスで、まあ、バルーンとかも釣れるってなると意外といいかもですね。よし痛い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 、ディガーが痛い。いやこれはもう落ち着いて後ろから全部展開していけばなんとかなると思います。しかも相手フリーズなんで、よいしょ、多分これで勝てるんだよね。これディガープラスの、あザップは打たなくていいですね、コウモリがいる。おいしょー、はい、すると右側がなぜかほぼ落ちるみたいな、ね、すごい。でこれは右側にまあゴースト当てて左側落ちちゃったんで、まあ、またオーブン置いて、でまたあれですね、ザッピー出してあの新カード出してをやると、まあ、大体のタワーが落ちちゃうんで、落ちちゃうっておかしいっすよ、でも本当にそうなんですよこれ。はい見習い出して、でこれまたこの辺にまあフリーズなんで三十四、あこれ厄介なんでポイズン処理です、まあ、また三十四出してあげたら相手ポイズンとかファイブないんで、多分フリーズだったんで三十四がしんどいんですよ相手は。まあここでフリーズを相手使わせてその間に逆サイドを攻めれるってことですね。これは三十四が処理される、やだ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 、けどまあ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 ですね、まあまあ。で、もし真ん中からバルーン出された時にフリーズかけられてやばいことにならないようにオーブンは取っていきます。オーブンは取っていきます。
はい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 、ザッピー2、ザッピー2。でこれもディガポイで、よいしょ。でここでまあ三四を出してあげて、意外と一番後ろからでもいいのかな。2枚しかも入ってバルキリー咲いたんですよ。なんか見習いのためかな。これ回ってなくない？わーでフリーズ防衛するけど一体が強い、一体が強い。あと100ってことで、これはもうリガープラスのポイズンで、はーい、よいしょ、みたいな感じですね。いやこれはいつも言ってるんですけど楽っすね。はい、というわけでですね、今回は、まあ、新環境の、まあ、見習いをメタりつつ、まあ、見習いを使った見習いメタデッキ的な感じでございました。ということで終わります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。